そらこれはあかんと思いますよポン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 とくにゃんまあその人もね僕は昨日、えー、知ったんですけどもこのデイリー新潮の中、えー、ネットの方の記事で えー、載乗ってたんですけども、まあ、その見出しっていうのが開催二日前にいきなり電話で言われ、えー、共産党の申し入れで水着撮影会が中止にと、騒動、騒動の裏側に迫るっていうね、なんかその埼玉県の、えー、県営プール、県営プールのある公園ですかね、白子鳩水上公園とか、川越水上公園とかでですね、この、 えー、なんか、水着の撮影会っていうのが、まあ、その、行われる、えー、予定だったんですけども、まあ、それが急遽、えー、共産党のその埼玉、えー、県議団とかの、なんか、申し入れなんですかね、まあ、そういうのもあって、 で、えー、水着の撮影会が中止になったというふうに、まあ、書いて,てですねこのデイリー新庄だけ読んでるとまるでその共産党の埼玉県議団がですねこの水着の撮影会を中止させたっていうふうにね、えー、読めてしまってえどういうことなんかなっていうふうに、まあ、思ったんですけどもただその後っていうかねその後か、えー、あその後に出た記事、えー、各紙の報道を見るとですねこれ えー、埼玉県の大野知事ね、ね今の大野県知事も、ですね、えー、埼玉県知事もですねこの問題に、ま、ついて、えー、言うてはって、でですねでやっぱその、えー、なぜその水着の撮影会を中止っていうのをねしたかというと、やっぱりその過去にもですね主催者が許可 許可条件に反する行為をしてたというふうに、まあ、説明したと。まあ、いうことで、まあ、この、まあ、県知事が直接中止にしたというよりは、その指定管理者である埼玉県公園緑地協会っていうのが管理運営しているので、まあ、そこが、ま、中止に、えー、したということですかね。うんなみたいなんですよね。の水着の撮影会というのは、その近代麻雀の、あのー、なんかこの名前の、 えー、関した、あの、そうです。水着の撮影会とか、あと、ミス・ヤング・アニマル・オーディション、セミファイナル・プール撮影会っていうのもなんか予定されてたみたいなんですけども、それも中止になったと。 まあいうことでねあの、何が問題なのかっていうと、まあ、共産党なんかはです、ね、この水着の撮影会について、まあ、性の商品化だと、まあ、ここにもすごくなんかネットで反発する声だったりね、グラビアアイドルの方なんですかね、女性の方もなんか反発してたりするしてるんですけども、まあ、僕はまあ性の商品化がどうかっていうのもあれなんですけども、まあ 商品であることは間違いないんじゃないのかな金取って撮影会してるわけですから。 まあだから、そ、こをね、あのー、まあそこが僕はすごく大きな問題っていうふうに思いませんけども、あと共産党なんかはですね、その水着撮影会について、えー、都市公園法第1条に反すると、まあいう指摘もしてるんですよね。まあそれどういうことかっていうと、やっぱ公共の福祉に反すると、都市公園の設置及び管理に関する基準についてですね、公共の福祉に増進にすることを目的とすると。 それにふく、あの、ふさわしくないからですね、まあそういうことも、まあ言ったっていうことなんですけども、ただもう共産党だけは言ったわけじゃなくて、これ、そもそも共産党にそういう、その、なん,ていうんですか、この県営公園のプールにおいてですね、そういう、あの、 なんていうか、ふさわしくない水着の撮影会が行われてるっていうメールがなんか来たみたいなん,みたいなんですよね。それでその検討しての、ね、共産党のその埼玉県議団も、えー、過去のその撮影のなんか現場ですか、そのこの県営公園でやってるね。 とかのなんか写真とか,なんか動画とかも見て、やっぱりふさわしくないということで、まあ、それで埼玉県に申し入れをしたとで、それを受けて、埼玉県の公園緑地協会というのも、ですねやっぱりあの許可して今までは許可してたんですけども、やっぱりふさわしくないということで、えー、貸し出しをまああの断ったという、まあ、ことだと思うんですよね。う いやだからね、本当なんかもうデイリー新潮のその記事だけ見てたらほんなんかまるで共産党が言ってえ中止させたみたいなね。 感じだったんで、いや、どうなんかなっていうね。まあ、その、そのようわかりませんけども、その、共産党だってきちんとね、やっぱ反論っていうかネットでわーっと話題になってるわけですから、やっぱきっちり反論していかなあかんと思うんですよね。まあ、丁寧とか、えー、こういうことは、あの、ダメだっていうこと、ね、なぜダメだっていうことを、えー、きちんとね、やっぱ言っていかないと、そのイメージだけでね、あの、共産党が中止させた、させた、みたいなのが、こう、一人歩きしてしまう。 のもあると思うんでねでね僕はやっぱりね、このあのまあ、デイリー新長にまあ、その詳しく書いてあるんですけども、あのそのそデイリー新長だって、そのなんていうんですか、あのこういう水着の撮影会というね、そのなんなきわどいポーズとか、えー、なんかやったりとかっていうのは、ですね、えー、実際にあったと近代麻雀ージャン水着。 過激な衣装とかポーズを禁止するルールに抵触すると思われる画,画像というのはネット上で見つかっていると、えーまあ、ただ、6月の頭には開催されてないということで、だから、まあ、まあ、でもやっぱり、それはそういう過去のものを見たらね、やっぱり僕はルール違反がされる恐れっていうのがあるかもしれないということを考えると、それはまあ、その、 禁止っていうね中止になってもおかしくないのかなっていうふうには思いましたけどもね、でこれ、この埼玉県があの特別厳しいルールを設けてね、ねのこ,のこの水着の撮影会を中止したのかというと、いや、どうもそうじゃないっていうことでね、もう。 例えばその西部遊園地でも、そのプールでの撮影会っていうのは、ですねその貸し出さなくなっているっていうのも書いてあるんですよね。他のとこでも、ですねイベントに、撮影会のイベントに会場を貸し出すことを控えていると。だからその 全体的な流れとしては、もうその水着の撮影会に、まあこの西部遊園地だったりですね、他の、えー、とこも貸し出さなくなってると。だから僕にはさ、むしろ埼玉県の対応が遅すぎたと。遅すぎと。え、こういうその、なんていうんですか、こう、 こういうのふさわしくないっていうね、メールとか、そういう、まあ、報告がなければですね、何も対応しなかったということ自体が僕は遅すぎたんじゃないのかなっていうふうに、まあ、思うんですよね。うん。まあ、だからね、まあ、ルールは主催者っていうか、その、撮影会の主催者はルールを守っていたと。ほんで、その、会場がもなんか守ってくれて問題なかったっていうふうに言って、 あの言ってたみたいなんですけども、ただやっぱり、過去の,、ね、その撮影の,の際どいものとかっていうのをやってたら、やっぱりね、それはきちんと、ね、対応せなあかんというか、え民間の,そのプールじゃないわけでね。 えー、県営プールということで埼玉県民のまあ、ものと言っていいわけですから、まあ、そういうところでそういう撮影会が行われているっていうのはやっぱり僕は遅かれ早かれね、えー、僕は中止に、えー、なるとか断られるとかっていうのを主催者がもう僕は考えとかなあか,あかんかったんちゃうのかなっていうね。う そこがね、僕はやっぱり主催者側にも僕は問題があったんじゃないのかなと、えー。まあなんか損失の補填についてはなんか今後話し合っていくみたいなね、もうことみたいなんですけども、うんだからやっぱりそ,そういうのはやっぱりね、良くないと。だから、あの、いいっていうのは、その民間のリゾート施設とかね、民間でそういう撮影会してもいいよっていう、 とこがあればね、そういうとこがあればそこで撮影会をまあ、したらいいと思うんですけども、まあそういうのがだんだんなくなってきたから、この、えー、この埼玉県の、この、えー、県営プール、埼玉県の公園に撮影会をわっと集中してるっていう、まあそういう背景もあったみたいですよね。だから余計にね、僕はやっぱり中止、えー どっかでやっぱりね、そういうのを断らなあかんかったんちゃうのかなっていうふうに思いますよね、僕は埼玉県の対応がむしろ遅すぎたと、んで僕は共産党が言ったからっていう <laughs> だけじゃなくて、これ、共産党じゃなくて他の、のあの党とかね、他の議員とかに、そういう、まあ、メールが来てたとしたらですね、いやそう、 そう,いう議員は動かなあかんと思うねこれはどうなのかといや、少なくともね、これはあのふさわしいのかふさ,ふさわしくないのかということをあの問い合わせをしないと、いや僕はダメだめの事例だと思うんですよね。うんで、まあ、これ、なんか、デイリー新庄にもないろいろ書いてあるんですけども、なんかそのまあ、ふさわしい、なんていうんですか、こう、 あの撮影に関して、なんかゾーニングしてね、なんかこう、あの仕切りみたいなのを作って、なんか見せないようにしてたとかっていうりも、なんかそういうのも書いてあったと思うんですけども、いや、それだってやっぱりね、そういうことをせなあかん撮影っていうのをやってたっていうことを、まあ、案に。えー なんか認めてるような感じもするんですよね、ほ、まあ、他いろいろ他のその記事にも載ってるのは、ですねやっぱ18歳未満の女性も、えー、参加してたりね、えー、そういうのも載ってる、そういう人の水着の撮影会もやってたという、まあ、指摘もあったということで、いやそれもね、やっぱりダメだなっていうふうに、ね、僕は思いましたけどね。う だんだん厳しくなっていってるっていうのは、僕は主催者側も、この撮影会の主催者側っていうのもね、ある程度はなんかもう、分かってたとか、分かっとかなあかんと思うんですよね、西部遊園地ですか、そこでダメなもんが、なんで埼玉県のプールで、県営プールではいいとかっていうふうにねいや、そういうこともないと思うんですよね、普通に考えたらね。 うん、だからもうきちんと、あの本当にその、まあ、だから僕なんか思うのはやっぱその、多少ね、その参加者に高いお金取ってでもです、ね、そういうとこオが OK な、ね、民間のとこでやったらええがなという話で、うん、だから僕、県営というかね、まあ、その公的なとこでね、こういうことをやるっていうのは、やっぱり僕は良くないと。 ね、デイリー新潮もなんか本当に共産党のせいでみたいな感じのような書き方をね。 あのなんかそういうなんか、ちょっと僕はそこは違うんちゃうのかなっていうのもすごく引っかかっててですね、ほんで、まあ、その後に、大、ま、野、あ、知事もね、まあ、そういうそれも過去にそういうことがあったということでね、でそれが、まあ、なんていうんですか、なんかの反論してる人はなんか後出しだ、後でできたルールだみたいなことを指摘なんかしている人もいるみたいなんですけども、まあ、やっぱり僕は遅かれ早かれこういうのはダメに。 えー、なっていくもんだとん、やっぱ考えなきませんよね。あのいいから、その過激なポーズとか、際どい水着着ても大丈夫みたいなことは、それはね、通りませんよっていうね、うん、まあまた、あ、僕はそういうことで、でまあ、共産党もね、 本当なんかもう文句もね、いっぱい書かれるかもしれませんけども、やっぱりこれダメなんですということをきっちり言っていってほしいなっていうふうに、まあ、思いましたね。チャンネル登録よろしくね。